おはようございます、直人です。今日はですね、群馬県にあります、日本百名山、穂高山に登ってきたいと思います。今こちらですね、恨みの滝の、駐車場になりますね。穂高神社からの、往復になります。さあ、こちらトイレも完備です。さあ、それで行ってみましょう。さあ、出発してすぐに穂高神社があります。さあ、こちら分岐ですね。こちら避難小屋経由で登ってきます。さあ、尾根に出ましたね。こっち行くと避難小屋があるみたいですね。いや、ここまで結構地味な登りがずっと続いてましたね。頑張りましょう。さあ、こちら手小屋沢、避難小屋って言うんですかね。これだいぶ下の方にあるんですね。さあ、こちら避難小屋ですね。こちらちょっと登山コースから外れたところにありますね。だいぶ下に降りてきました。さあ、こちら苔が綺麗ですね。
さあ、鎖部ですね。気をつけましょう。さあ、またこれ登っていくんですかね。あー、いや、こっち綺麗ですね。いや、これ鎖場が結構ありますね。気をつけましょう。さあ、山頂直下は結構鎖場が多いですね。気をつけましょう。さあ、こちら、いやー、絶景ですね、これ。さあ、見えてきましたね。あちらが本日の目的地、穂高山ですね。いやー、こっちも絶景ですね、これ。あっち赤城山方面ですかね。いや、最高と眺めですね。本日の目的地、穂高山山頂です。やりました。いや、こちらには石碑がありますね。さあ、こちら三角点ですね。いや、絶景ですね。あっちが赤城山方面ですね。あの、とんがってるのが剣ヶ峰ですね。帰り行ってみましょう。さあ、御嶽山第一って書いてますかね。さあ、あっちが谷川岳方面ですかね。まだ雪が結構残ってますね。
さあ、それでは気をつけて、帰りましょう。帰りは剣ヶ峰経由でぐるっと周回する感じで帰ってみましょう。あちらの、とんがってるところですねが剣ヶ峰です。雪が結構まだ残ってますね。さあ、さっきまでいた穂高山ですね。いや、かっこいいですね。穂高山と剣ヶ峰を結ぶこの道、いや気持ちいいですね。あっちの山々は結構まだ雪が残ってますね。さあ、あっちが穂高山ですね。ずっと稜線を下ってきました。さあ、もうちょっとで剣ヶ峰だと思います。頑張りましょう。さあ、こちら分岐ですね。こちら帰りはこちらから帰ります。こちらに剣ヶ峰があるんで、剣ヶ峰ちょっと行ってみましょう。さあ、剣ヶ峰への最後の道ですね。さあ、剣ヶ峰ですね、到着です。最後の分岐から5分10分くらいですかね。あっちが穂高山方面ですね。あっち谷川岳方面ですかね。いや、絶景ですね。さあ、それでは分岐のとこまで戻りましょう。さあ、分岐ですね。こちら穂高神社方面に下ってきます。
さあこちら朝の分岐ですね。避難小屋、朝はこちら避難小屋経由で行って、ずっとこちら剣ヶ峰のこちらから出てきましたね。さあ穂高神社まで戻ってきました。動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。